はい、これなんだ、高分って井戸かな。井戸だったのかな、これね。はい、高分って終わり。ちょっと世話しなかったけどね、しょうがないね。ちょっとお庭せっかくだから散策して帰る。こっちこっち、あっちは帰りか、右は、うん、これはなんだ、一応見てくか。古いものだからね。奥に何あんだろう、低いなこれ。足元危ないね、すいません。あ、ここが行き止まりなのね。何なんだ一体。繋がってんのかと思ったら、あそこが行き止まり。見てきて、なんか面白くないわ。隠れ蓑だって、なんだかな。まあ面白くないって言っちゃダメだな、面白いな。ちょっと外を見て楽しんで、昔の人はこういう建物に住んでたんだね。贅沢な庭の使い方だね。これ春になればこの辺も咲くんだよね、多分ね。でも梅が今いいから。これ椿かな。料金所、はい、高分亭ありがとうございました。はい、 OK。 さあ行ってみよう、日が暮れちまう。緑結構、あっちにも梅咲いてるね。人がいっぱいいる。まあでも大丈夫だな。あっちなんだろうね。梅見ようか。行ってくる？あっち行く？いや、多分帰り表面で咲くとまだ遠くなって。あ、そうなの？あっちの梅見なくていいの？じゃあちょこっと見て帰るかね、せっかくだから。こっち、あ、こっちか、どっちだ、こっちか、こっちか。あー、この坂ね、階段って、水戸市、茨城県のあれでやってったもんだよな。まあでも一番広いんだよ。まあどこも同じよ、そういう庭園って、庭園だから。ほんで華やかなんで、一番岡山県と。天狗納豆、お土産屋さん、スロープ、まあドバーッと咲いてるって感じだね。
まあここでバーって取って行ってもいいけど、いっぱい歩かなくても。梅。梅、梅。なんかすごいね、これね。ほら、この枝。ねじれててね、剥がれててね。この枝すごい止まらない？生きてるよ。ね。中も見て洗い。これだけすごいずるーっと伸びてる、ほらずーっとこれ、ね、はい、いった、終わり。